次に13番深田龍議員、深田議員。シナト会3人目深田龍です。どうぞよろしくお願いします。上松代表の関連質問から若者の移住と労働力人口の増加への取り組みについて、関連質問いたします。まだ始まって1ヶ月程度評価するものでもない、まあ、実際2ヶ月ですかね。先般の、上松代表からの質問の答弁としては、サテライトオフィスについては少しずつながら、まあ、交流スタートできていると、そして市内3県、市外1県のご利用があったことを確認いたしました。サテライトオフィスの目的は中山間地域の振興活性化、そのために関係人口や交流人口を増やしていることでした。ではどんな方々にこのサテライトオフィスをご利用いただきたいか、まあ、そういった視点で考えると、まず、事業担当の地域づくり課としては最終は移住につなげられたらと考えていらっしゃると思いますので、仕事をするのに環境を選ばなくてもいい個人でワーケーションなんかでもお試しできて、松阪に来てもらい、松阪を好きになってもらい、お試し移住を数ヶ月してもらって移住につながればという行政が狙う、まあ、そういったフローが見えてきます。では市外の個人しか対象にならないのか、私個人はそう思いません。サテライトオフィスを利用できる人たちはもっといて、その活用の仕方次第で目的以上の事業展開が可能になると思っています。例えば交流という言葉を考えると、市外の人だけではなく市内の人や企業も対象になるのではないか。例えば5人や10人規模でリモートワークができそうな企業は市内にもいらっしゃるのではないかと。そしてここに対して執行部はどんな営業、そして誰がこういったアプローチをするのかということを一点お聞きしたいと思います。そしてもう一つ同じ種類の質問を行います。市外県外にもたくさんワーケーションやサテライトオフィスとしてご利用いただける可能性がある企業というのはあると思っています。こちらについても利用促進のために誰が、そしてどうアクションするのかお聞きしたいと思います。地域振興担当理事。はい、お答え申し上げます。サテライトオフィスは、市外だけを対象とした施設ではございませんので、市内の企業を対象に、産業文化部とも連携を行いまして、昨年12月、松阪企業連携マガジンで市内企業関係者約280名に2回、サテライトオフィスの情報提供をしております。また市外の企業に対しましては三重県地域支援課、南部地域活性化局のほか、大阪のふるさと暮らし情報センター、三重県関西事務所への情報提供を行い、市の東京駐在員を通じて、企業への PR 活動を行うほか、地域おこし協力隊、地元商工会などからも情報発信を行っています。ほかにも今年度新型コロナウイルス感染拡大防止のために中止しましたが、毎年産業文化部が、都市部で開催しております、松阪市、産業経済人交流会に参加された方、170名に、松阪市の新たな取り組みに関する資料として、サテライトオフィスのチラシを送り PR も行っております。今後も今年のような取り組みのように、関係機関と連携を図り積極的に PR していきたいと考えております。以上でございます。深田議員。はい、ご答弁によると、ちょっとまあ細かいところを聞き漏らしていますが、まあ、産業文化部と連携して、まあ、そういった市内、市外、市外県外の企業、そして市内の企業にも、まあ、アピールはしていくということを確認させていただきました。まあ、その効果が今後出てくることを期待申し上げます。そしてもう一点、観光交流課からも、まあ、先日の新しい観光振興ビジョンの中にワーケーション、そしてサテライトオフィス、まあ、こういった言葉が見つけられました。そしてそのワーケーションやサテライトオフィスを促進していくという記載もある中で、
まだ完成とは言えない、まあ、その観光振興ビジョンかもしれませんが、観光交流課としてはどう取り組んでいくのかを確認させていただきます。内山産業文化部長。それでは現在策定中の観光ビジョンにおいて、関係人口の増加と市民の観光意識の向上という総項目の中の3の1に関係人口の創出という部分がありまして、その中にコロナ禍の影響によりテレワークが広がりつつある中、地方で働くことに今まで以上に注目度が高まっていることから、サテライトオフィスなど環境整備を進めるとともに地域資源を活用したワーケーションを促進しますと記載しております。まあ、関係人口の創出を図るということでしております。松阪地域に魅力を感じ関心を持っていただくことで、ワーケーションやサテライトの場所として松阪を選んでいただきたいと考えております。そのため観光インフォーメーションサイトワクワク松阪に飯高町宮前に整備されたサテライトオフィスと温泉を絡めた記事、自然豊かな観光スポットとサテライトオフィスを絡めた記事の2本を掲載いたしました。またこの記事2本を紹介する形で松阪市企業連携マガジンに掲載し発信するとともに、三重県関西事務所を通じて関西三重県県人会の皆様にもメールで発信し、合わせてインスタグラムでも記事の発信を行いました。まあ、今後コロナ禍でもあり、テレワークが浸透し働く場所が会社オフィスの一択でなくなる中で、松阪地域の魅力が伝わり、飯高町宮前に整備されたサテライトオフィスなどで働く人が増えることは関係人口の増加につながり、松阪市にゆかりを持っていただいた人が松阪を宣伝していただき、観光客の増加、地域の活性化につながっていくことを期待しております。以上でございます。深田議員。はい。観光交流課からも、ホームページ等を通じて、情報発信していただくというご答弁いただきました。先の議会でもやっぱりこの情報発信の工夫、そしてそのコンテンツをいかにこう工夫したものにしていくかというところは、やっぱり観光交流課さん、一番ストロングポイントをお持ちだと思います。本当に横断的にこういった情報の発信、どういった情報をどういうふうに発信していくかというところに関しましては、観光交流課さん、イニシアチブを取ってですね、ぜひ率先して取り組んでいただきたいと思います。そして最後、ちょっと市長にお聞きしたいと思います。私自身、個人事業主として、30歳ぐらいの時ですかね、活動していた時期がありました。やはり市内、市外の企業と出会いを重ねられる機会というのは、あったらあっただけありがたいものです。時には数奇な出会いによって、まだ見ぬ商品やサービスが生まれ、展開されていく、そういった可能性があり、人と人との協力によってビジネスは進展していくものだと信じています。そうなると地域振興や観光支援だけではなく、商工の支援においても交流や、関係というものが意味あるものになってくるのではないかと考えます。市外県外から来た企業が飯高にあるサテライトオフィスをワーケーションとして利用することや、いつもと違う場所で仕事の拠点を構えるように、市内の企業が市街地にシェアオフィスがあれば、そこでの出会いから交流からイノベーションへと発展していく可能性が生まれます。さらに飯高と市街地との交流会の開催などの発想が生まれ、相乗効果があるのではないかと考えますが、市長いかがでしょうか。市街地にもシェアオフィスを設置して交流関係の相乗効果を狙ってはどうかと考えますが、いかがでしょうか。竹上市長。おはようございます。それではですね、ご質問にお答えをいたします。まず、議員が言われたその、交流っていうところですね。ビジネス の人と人との出会いが新たな仕事を満たすっていうのは、私も
まさしくその通りだなというふうに思っております。で、特にですね、市長になってから、まあ、一つ変えたものがは、まずはじめにどういうところから変えていったかといいますと、先ほど部長も答弁をいたしました、産業経済人交流会っていうのをですね、やっておりまして、でその当時は、3年に1回ですかね、東京、それからまあ関西、中京と、まあ、3年に1回ずつ、まあ、結構大きなホテルを貸し、ホールを借りて、でまあなんか松阪に行くあたりを持って行ってみたいな、ことをやっていたんですけれども、あまり意味がないなと。で、3年に1回では顔も覚えていない、もう1回名刺交換からみたいな話になって、でしかもたくさん寄せてもですね、なかなか全部の人と名刺交換できません。それで毎年やろうと、しかも会場はそんなに広くなくていい、特に、商工会議所等にも申し上げまして、こちらからもですね、交流をしたい人はどんどん来てくださいと。で、松阪にゆかりのある企業の皆さん方にお声掛けをして、その地で交流会をしていくと、まあ、いうようなことで、始めさせていただきました。おかげさまでその交流会において、いろんなビジネスが生まれてですね、まあ、新しいこう商品の開発等もですね、行われたというふうなこともございます。まあ、そういう意味ではやっぱり人との出会いというのは非常に重要なことというふうに私も考えております。まあ、その中で今回今コロナ禍になりました。で、社会動向がやっぱり大きく変化をしていく中で、まあ、ビジネス環境も変化してきておりまして、働き方に合わせてオフィスの形態というのもですね、まあ、変化をしているということでございます。でその市内市外の企業と市内企業との出会い、そして商工の支店における交流と、まあ、そこから生まれる新たな価値という点で考えますと、今ある施設の有効活用もですね、まあ、大切だというふうに考えております。カリオンビル、カリオンプラザ1階ですねにあります松阪市産業支援センター、ここは、まあ、結局その市内のですね、事業所の皆さん方が気軽にやっぱり相談ができて、そうしたマッチングができるような、そのためにまあ作った、まあセンターでございます。でそこの、ところで、市内の中小企業、小規模事業者が抱える課題に寄り添いですね、課題解決の提案などを行う相談業務、販路拡大支援業務を行っております。まあ、これ開設も3年ほど前ですね、で29年と。でこの中において、翌年、昨年ですね、3月にいち早く新型コロナウイルスに関する経営相談窓口というのを開設をいたしまして、まあ、現在700件を超える相談実績がございます。まあ、この、産業支援センターの前にはですね、セミナーや会議に利用できるスペースもございます。また少し離れた場所にはですね、産業振興センターがあり、産業振興のための交流ができる会議室もございます。まずはですね、既存の施設や、組織や、施設の有効利用を考えることが大切であろうというふうに今考えておりまして、民間においてもですね、市街地の空きオフィスとかコワーキングスペースを提供するとしているところもございます。これらの施設の稼働状況が、飽和状態でになってくるとまあ、いうことであればですね、議員が、今、提案をいただいております、シェアオフィスというのもですね、考えていかなくてはならないかな、まあ、そのように考えております。まあ、いずれにしましても、こういったコロナの時期に、変化をしていかなくては、なかなか、企業 が成り立っていかないというふうなことかと思います。まあ、ピンチをいかにチャンスに変えていくか、その支援をですね、少しでも我々もできればというふうに考えておりますので、また提案をいただけるというふうに思います。以上です。
深田議員。はい、主張ありがとうございました。個人的にはそのさっき市長がおっしゃられたその産業支援センターも含めて、シェアオフィス一体型の、まあ、何かちょっと名前呼称は分かりませんけども、まあ、そういったものが、まあ、場所でいうと駅西にあるといいなと思います。まあ、そういったなんていうんですかね、物流じゃないですね、ごめんなさい、経路的にも、まあ、そういった駅西に、まあ、できるもしくはできそうな建物の中にあると、まあ、経済人としてはすごく使いやすいですし、よりまあその交流 の, そのクロスポイントというのはもっと増えていくんじゃないかなと思いますので、ぜひまあその1点だけ最後意見として言わせていただき、思いとして言いたいのと、もう一つまあ意見として最後申し添えたいと思います。まあ今回まあこのサテライトオフィス一つはまあ事業としてそんなにまあ大きくない事業なのかもしれません。ただサテライトオフィスを移住だけの目的として、まあ、その発想の幅で捉えていてはもったいないと思いました。そしてまあこのその発想の幅をもうちょっとこう広く捉える部分にはこう規制概念を壊せる余白を個人的には感じましたし、市長ご自身がこの南三重の子どもたちの未来を心配いただいて、そして将来地元に戻ってこれやすい、まあ、そういった新たな取り組みを始めていらっしゃいます。まあ、その U ターン者を増やしていくためには、まあ、これ定義は難しいんですけど、まあ、佐賀市がもっと面白い町でないといけません。まあ、多様な面白さを作っていくためには多様な人材が集まる拠点が必要だと思います。そしてその拠点を活用すれば U ターンを検討している人との接点を作ることもできて、一緒に何かを行うようなイベントやプロジェクト、まあ、そういったソフト企画の発展性にもつながっていくんじゃないかと考えています。まあ、若者が集まる拠点として実績を残していけば、それらを活用したい人たちはもっとたくさん出てくるとも思います。まあ、拠点を拠点だけでは終わらせてはダメなんですけども、まあ、とはいえまず拠点作りを前向きにぜひご検討いただければと思います。ということで、若者の移住と労働力人口の増加というテーマで質問をしてまいりましたが、まあ、ワーケーションやサテライトオフィスについてはもう少し可能性があるのではないかと想像しています。まあ、その可能性を引き上げていただくのは地域づくりの課の皆さん、そして産業文化部の皆さんにかかっていると思いますので、どうかよろしくお願いいたします。令和3年度はコロナ禍の影響をもろに受け、とても厳しい1年となりそうです。ワクチンがコロナ禍脱出の明るい光となるように、疲弊した経済界にも明るい一筋の光を照らしていただけるようお願い申し上げて、品都会の代表質問を終了させていただきます。ありがとうございました。